これってさ、そういうこと？え、すごい、いるんだ。いたんだ。はい、どうもセリカです。ちょっと待ってね。ちょっと今バタバタっと撮影切り替えたんですけど、なんかログインしてたら青鬼6周年くじの結果発表がもう出てきちゃいそうだったので別の動画にと思って今一旦ストップして今スタートしたところです。もう始まっちゃうのかな？もうこれでくじスタート？もう自動的に今私マックスの148枚確か持ってるので、これでも番号が出て自分の当選がじゃーんって当たったかどうかってもう自動的に出ちゃいそうだよね。これ結果だけ何でしたって言って後で自分で探すのも結構大変だから出ちゃいそう。行く？ちょっとね、どんな形の動画になるかわかんないんですけどショートなのか動画の冒頭にくっついてるかこれだけの動画なのか、結果によってはですよ、どうなるかわかんないですが見ていきます。当たった人いる？怖いねこれ。もうログインしてすぐに結果発表だって。はい、じゃあ行きます。あ、すごいすごいすごい、なんか16枚当選しました。あ、そうなの？500枚が16枚？5等。今6等が16枚。来た来た来た。青ゼミ1000枚と青ゼミ50が、キャラがふわっぴーの8枚。あった。あったんだ。4等。4等、4等来たよ。4等なんだっけ？結構いいかな、報酬。どんどん行くじゃん。どっちも2桁が37。ないの？あ、やばい。4等でないの？4等でないってこと、めっちゃ綺麗だね。画面と、BGM と。下3桁が、798。ない。いや、4等なけりゃ、3等もないか。いや、まだ大丈夫。綺麗だね、画面が。2等。2等も、確か6、60万。9253。いや、無理。いや、148枚じゃ無理か。92、おい、来た来た来た。1等来た。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、ない気がするけど、ない気がするけど、1割ぐらいの期待は、うわぁ。キャラが、誰？3361のモンスター。ないよね。いや、ないよ。4等でなかったんだもん。ってことは、5等と6等だけ？当たった。え？ 8000 枚。500が16枚で8000？で、1000枚が8口で、8000枚。1万6000枚か。わあ、ほぼ当たってないね。いや、これは良くない方？こんなもん？いや、2等とか1等いるのかな？続々結果発表されて、X とかにも公開されていくんだと思うんですけど、全然でした。結構くじ貯めるので、なかなか毎日10枚貯めるの、まあまあ大変、人狼何回やって。うわ、でもこれ年末年始も来そうですね。来るね。いや、もうちょっとボーナスくじが、ボコボコ来るのかなと思ったら200枚みんな届かずで終わったのかな。はぁ、ということでなんかもったいぶって別の動画にしましたが、結果は1万6000枚と青ゼミ400個だけでした。いや、4頭以上いるだろうね、いっぱい。またよかったら、ちょっと動画上がる頃は今更かもしれないんですが、よかったら結果教えてもらえたらと思います。これ1頭当たった人いる？はい、じゃあもう一応ここで終わって、鹿の子コラボ来てるので、ログインに入っていくと思います。あら、あ、おぉ。なんだこれ。これってさ、これってさ、そういうこと？一等が当たったってこと？え、すごい。いるんだ。いるんだね。いたんだ。でもさらっとしてる。やったーとか、イエーイとかなく、600万枚。青銭が当選してって、こんだけもっと喜ぶの持ってんのかな。青銭いっぱい、青銭いっぱい持ってる人のとこに行ったのかな。あんまり嬉しそうじゃん。びっくりするけどね、当たったんだ。私がびっくりした。さらっとしてるで、のこたんに100万使って2体だった。出なかったの。でもまだの500万残ってるからね。もしくは今までの分もあるんで、何百万と青銭持ってる方なのかな。だってガチャに100万使えるって、まあ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 な度胸じゃないですか。私結構青銭持ってる方だけど、ガチャに100万以上って結構抵抗あるから。いや、すごい人がいる。当たった人がいるみたい。すごい。で、出ないんだ、100万使って。渋いね。当たった人のとこにはガチャ運が、ちょっと、薄れちゃうシステムなのかな。私、くじ運悪かったんで、のこたん割と神引きだったっていうのもあったんですけど、青銭いっぱい当たった人は、
ガチャもちょっと下がってそんなことないかっていう感じで、1等当たった人がいらっしゃいました。すごい、おめでとうございます。ここでは名前とアイコンを伏せておきますけど、いやすごい、600万、すごい人がいた。いや、コメントありがとうございました。私も嬉しいです。はい、ということで青鬼6周年くじ、皆さんの結果はどうだったかなって気になりつつ、私の結果もちょっと保留にしてましたけど、一応こんな感じでしたっていうのだけ残しておきます。全然でしたちょっと後出しの動画になるかもしれないですが、よかったら記憶の限りコメントいただけたらと思います。以上、青鬼6周年くじでした。